こんにちは。うつ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。そしておなじみゆっくりマリサさん。今回もよろしくゆっくりマリサだぜ。最後に魔女界って伸びを誇るアリスマーボーさんです。誰が天気予報よ。ヤンボーはどうした？療養無つながりで薬房とか薬毛でどうかしら。どう見てもバーニーか。いえ何も。まあ今回は会津若松まで戻るわけだが、これから乗る列車が特徴的とかどうとか言ってたな。それじゃ実際に画面を動画に切り替えてみてもらいましょうか。喜多方までの各駅に停車するだけじゃない。その各駅に停車するのがレアなのよね。ちゃんとした説明するので、塩川を除く会津豊川宇波堂及川堂島の4駅は1日5往復しか列車が停車しないわ。そして日中に停車する列車は今から乗る喜多方12時34分発だけなのよ。あとはみんな塩川にしか停車しないのね。だからまあ尺は短くてもちょっとしたネタになるかなって。ちょっとした秘境駅みたいなもんだな。磐越西線と並走する国道121号には1往バスがあるけどね。会津若松喜多方間を10往復ぐらいしてたわね。まあメインは自家用車だろ。鉄道もバスもその程度の供給で需要が事足りているってことだしね。観光客は会津若松と喜多方を抑えておけばいいわけだし。それじゃちょっとした秘境駅巡りといきますかね。当然降りないわよ。しかしせっかくだからラーメン食いたかったのぜ。それはそうと喜多方までは電化されているのに気動車なのね。運転系統自体は会津若松で分断されているからね。今はフルーティアだけなんだろうが、以前は臨時の電車が喜多方まで走ってたんだろうな。会津とかね。上野から会津若松までを結んでいた特急会津は1993年11月末まで運転していて、廃止日の翌日に郡山始発の特急ビバ会津として蘇ったわね。2002年12月に会津の名称に戻ったが、翌年10月に快速会津ライナーになったのぜ。多客機には喜多方まで延長運転していたわ。会津ライナー廃止の5年後に今の快速会津が定期列車として蘇ったのぜ。定期列車の他にも特急として会津がいた気がするんだけど。2005年から会津デスティネーションキャンペーンの一環として都内から数年間臨時特急として運行されていたわよ。塗装もコロコロ変わっていたし、仙台発着の会津なんて列車もあったわ。ちなみに2005年は会津デスティネーションキャンペーン、2006年はこの夏も会津 M2006 キャンペーン、2007年はこの夏も会津 M2007 キャンペーンなんて名前だったり、その後も2011年まで運転区間を変えたり車両の塗装も変えながら毎年運転されていたわ。2016年にはリバイバル会津が運転されたわよ。こうして見ると喜多方まで電化されてるのは大きな意味があったんだよな。フルーティアが引退したらどうなるのかしらね。たまに臨時電車を走らせるのか、電化設備を撤去するのか。観光用の電車ってどんどん打撃されてくから、機動車の観光用車両を走らせるのかな。狙わないと聞けない会津豊川駅の到着案内ね。何度も言うけど、塩川以外は上下往復しか停車しないしな。確か塩川以外は4駅とも合線駅だったわね。駅舎は反対側ね。見渡す限り田んぼばっかだな。たまにはこういうところでのんびりするのもいいじゃない。普段コンクリートジャングルしか見ていないから、旅に出た時こそ大自然の。お仕置きってか。せめて北海道でボケなさいよ、それ。宇波堂の標識があったのぜ。じゃあそろそろ案内があるかしら。はい、宇波堂よ。ここも右側にホームがあるのね。
道121号のバイパスよね。別所会津縦貫北道路よ。喜多方から会津若松を結んでいる無料のバイパスだな。県道61号と交差したら塩川駅ももうすぐね。この区間で唯一交換可能な駅だぞ。今までほとんど田んぼしか見てこなかったから建造物が妙に新鮮に見えるのぜ。安心なさい。この後は住宅地が点在している程度でほとんど田んぼばっかりよ。安心する要素はどこにあるのぜ。上り SL 磐越物語が停車する塩川に到着よ。下りは信号設備の関係でホーム有効調が足りないから停車できないわ。ここから先こんなご立派な駅はないんだろうな。そりゃ残りはみんな防線駅なんでしょ。橋川を渡ったら北方市を抜けて湯川村に入るわね。なんだ、まだ会津若松じゃないのか。次の湯川駅から少し進んだ先に教会があるわ。湯川村といえば福島県で一番狭い市町村ね。米と文化の里ということでコシヒカリやアスパラガスが特産品ね。ここ及川は日橋川で花火大会があるときは臨時列車が停車するわね。しかも電車だそうな。郡山の方からやってくるんでしょうね。東島よ。ましてや笹野でも浦川でもないからね。どこまで行っても田んぼとちょっとの建造物しかないのぜ。もう会津若松市には入っているわよ。会津若松の市街地は会津若松駅周辺から西若松駅までのあたりじゃないかしら。東海道と違って駅の周りだけ栄えてて駅間はなんもないよな。むしろ東海道が特殊な気もするけどね。及川と同じく道島にも臨時電車が停車するわよ。両隣の駅より2つ先の広田の方が近いのよね。さてさて、ようやっと次が会津若松か。会津といえば戊辰戦争。関ヶ原で九十を舐めた薩長が最終的な勝利者になったわね。薩摩長州ゆるすまじ。何こらたここら。この会津の地に大音量のパワーホールが。さぞかしダイブイングなのかしら。はかなく。そこから先は女の子が口にしちゃダメ。郡山からやってきた線路と合流するのぜ。あともうちょっとね。普段停車しない駅に4つも停車したからね。国道49号と交差して会津若松市の市街地に入ってくのぜ。郡山方面、只見線、
からどうするのかしら。多分想像通りじゃないかしら。磐越西線で郡山まで戻っても面白くないもんな。まあ前回通ってきたわけだしね。まあまだ隠し玉は用意しているから次回を楽しみにしておきなさい。時刻表を調べればわかっちゃうんだけどね。それはやぼってもんだな。今回の動画は以上となります。ほとんどの列車に無視される4駅にも停車するちょっとだけレアな列車に乗車した次第です。まあ秘境駅と呼べるほどではありませんけど、ちょっとは珍しいかなと思い案内放送も収録した次第です。さて次回は只見線から会津鉄道に抜けていきますです。チャンネル登録しながらどんな列車が待っているのか想像してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。